そして高橋宏斗が結局3回までで権藤さん変わりました、はい、まあ監督はどんな気持ちでしょうね。そうですね、はい、前回が、まあ、まだ3月5日目なんですが、オリックスですか、まあ、あと2回しかないわけですからね、はい、調整は、やっぱローテーションピッチャーとして考えてるんだったら、はい、まあ、なんで3回ぐらい出てるんですね。そうですね、もう1回ぐらいは行って、はい、まあ、85ぐらいまでは行きたいところですよね。そうですね、まあ、その間に掴んでくれればいいですけど、はい、まあ今日に関してはいい味は全く出なかったですね。ああ、そういうことですね。まあ1点には抑えたんですが、ずいぶんアップアップですもんね。ピンチはありました、下手したら3、4点取られてるようなケースですもんね。そうですね、2番手の橋本がマウンドで、この回は8番の尾形から。第1打席に高橋宏斗からヒットを放っています。2ボール2ストライク。いいスイングしてますね。そうですね、追い込まれてから左、はい、左ですけど、しぶとくついていっていいファウルの仕方ですよ。もうピッチャーが疲れる。確かに前の高橋宏斗の時も追い込まれてからこんな感じ。もうね、踏み込みがいいっていうか、はい、ファールしようと思って打ってるわけじゃないんですけどね、ヒット打とうと思ってるんですけど、はい、うまいことカットになるんですよ、まあ、ピッチャーが何が一番嫌かって、左バッターにあれだけファール打たれるのが一番嫌なんですよ、はい。引っ掛けて、ここはファーストカリステ、走り込んでくる橋本に送ります。ワンアウトです。橋本ももうオープン戦ですが7試合目の登板です。まあとにかくこの人はよく投げます。故障をしているということがないという橋本です。投げっぷりがいいですよね。そうですね、投げっぷりがいいから次バッターも振るんですよ、はい。バッターもあります。よく球が動いてますね。そうですね、確かにそうですね。外に投げたのはスクリーンボールかと思ったらスライダーですね、はい、外から中に入れる、152キロまっすぐ、はい、いいピッチャーです。そうですね、今日は3回というのが想定していたのかどうかというところがありますが、この投げっぷりの良さだったら、次の瞬間インコースにスライダー行ってみたいですね。キャッチャーはどうするでしょうか。ちょっと外ですが、あ、133キロ、スライダーじゃないですかね。あ、スライダーですか、はい、まあ、フォークに見えますけど、スライダーじゃないですか。はあ、まあ、ナイスボールですね。ですね、打ち気満々のところでストライクからボールゾーンに行きましたから、下位打線とはいえここから近本に行って、ここ3人で抑えるとまたちょっと落ち着きが出てきそうです。まあ、シーズン中でも急なマウンドということも橋本の場合ありそうです。藤島が結局昨日ゲーム中、投球中に
右足の付け根痛めて内転筋を痛めたということで、すぐには戻ってくる感じはなさそうですので、まあその辺の変わりはいますからね。そうですね、一番心配なのはマルティネスですよね。ああそうですね、うん、近本が振らないですもんね、はい、そうですね、今日はストライクスライダーですけど途中から失速してるんじゃないかっていうぐらい、はい、球が来ないんですよ、まあ、同じ球を3球続けてますけどね、はい、このショップでもまっすぐ振らしたいですよね、これだけ変化球に合わないっていうことは、はい、スライダー、ただ外れる、うん、もうこうなってくるとスライダーしかないんですよ、ね、スライダー投げてね、ファールボール、ファールボールで歩かれたりするとね、疲れるんですよ、おー、内からねじ込んできたスライダー、昨日、今日、明日と、それから今度ロッテとの3連戦っていうのはね、ずっとあの中継ぎのピッチャーを使ってやるべきだと思うんですよね。ああ、なるほど、はい。いいから次のイニングに行っとったんで、出れないピッチャー出てくるわけじゃないですか。はい。まあ、それ、ただでも競争を熾烈という、そういうドラゴンズの中で。あとは、ですから、この今日明日のタイガース戦、それから週明け岡崎とバンテリンドームで楽天戦、そして週末千葉ロッテと3連戦、次の週には開幕ということになります。叩いた打球ライトへ、ライトも待ってます。鵜飼掴んでワンアウト。投手はまだ立浪監督は決めてるけど言いませんと昨日の試合後話してました。まあ開幕投手なんてね、一応名誉ですけど、はい、143分の1、はい、うん、それよりやっぱり開幕をどうやって3つを乗り切れるかっていうことですよね。あ、そういう感覚ですね。近藤さん、そのベイスターズ時代、98年からですが、河、はい、村投手、三浦投手に開幕投手は告げましたが、はい、やっぱその3連戦の感覚ですか。野村にも言ってますよ。私も3連敗だけ避けたかったもんですから、もし2つ負けたらこれを阻止するのは野村だと思って、はい、野村を見つめ抜いたんです。あ、そこを重視してという、はい、そしたら2つ勝ったもんですから、はい、もう見つめの時にはもうピンチしても今日の試合はお前にくれてやるから好きなようにやりなさいって言って見つかっちゃったんですよね。なるほど、勢いがつくと、はい、ああ、そうなんですね。まあ他の人は分かりませんけど、私はとにかく開幕プレーボールして3つも上げたらもうとんでもないことだと思ってましたから、はい、これだけは避けようと思ってやってましたけどね、ああなるほど、その野村投手を重要しつつというところも、一つ一つもどうでもいいんですよ、3つだからね。そうなんですね、と私は思って戦ってましたけどね、津波監督はどう神宮3連戦を開幕カード戦っていくのか、スライダーピッチャーですね。あ、そうですね、ワンスリーになってこもってのスライダーですね、はいはい、もうここもスライダーじゃないですか。あ、スライダーですね、しかしここでもうほとんどの人が分かってるのに、はい、バッターも分かってるはずですけどね、はい、取って、いい仕事をしました。2アウト。
4番の大山は今日は2打席連続出塁です。去年の最高出塁率のタイトル、初めてのタイトルを獲得した4番の大山、まあ、これが一番価値のある賞じゃないですか、はい、もう相手なんかもう出塁率って言ってましたよね。出塁率と長打率、あ、いわゆる OPS という、はい、そういう意味ではフォアボール99は去年トップ。優勝するためにはね、はい、そういう出塁率、最高出塁率のあとの選手が大事だったっていうことなんですよね、はい、今でも困ったらスライダーですよね。そうですね、まだ一番いかんのは何やってもいいですけど、ホームランだけ打たれちゃいかんっていうことですよ。あ、なるほどね。フルスイング、キャッチャー持ってく、キャッチャーフライ掴んでいます。4回5